こんばんは、橋本京明です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回告知が多くなり本当にすいません。この度うず耳の動画を販売させていただきます。内容は先祖代々火を守る家系である東北のとある旅館がありまして、そちらで起きる様々な怪奇現象を主人公の水島圭吾が降霊術を使い謎を解き明かしていく物語となっております。今回心霊ミステリーという新しいジャンルへ挑戦させていただきました。11月19日から橋本京明オフィシャルサイトにて販売いたします。価格は330円となっております。次回作にも挑戦をしたいと考えております。ぜひ動画購入で応援をよろしくお願いいたします。またあなたの神様とつながる56日開運帳、11月19日に発売されます。日本最後の陰陽師橋本京明が56日で開運できる方法を伝授した本となっております。神様仏様、あなたのご先祖様を味方につける具体的な方法を解説しております。本書にあなたの日々のことや願いを書き込み、言葉、行動、ルーティンを書いていくことで開運へと導きます。次々と幸運に恵まれ、人生が右肩上がりにうまくいく世界をぜひ体感してみてください。よろしくお願いいたします。この度、京明塾、人相顔相コースの募集を始めさせていただきます。顔相は、顔の形や作り、肌の色、血色からその人の性格や行動パターンを見極める術となります。例えば、この人は2週間以内に西の方に旅行に行く。この人は3人の既婚者と不倫している。などの現状今後の行動パターンなどを読み解くことができます。顔相の分野において、天才的な奥義を持った先人たちの教えを伝承している方は現在極めて少ないと言われております。このコースはそれらの奥義を含めた顔相学の真髄を極める方のためのプロ育成コースとなります。顔相の分野でトップクラスで活躍できる戦術を教えすることが可能です。また、顔相は顔を見るだけで、その人に関する様々なことが読み解けることから、非常に活用性のある戦術にもなります。本講義では、オーラの見方も含むため、霊の見方も学ぶことができます。3月21日、開講となります。また、京明塾第4期生、四柱推命コース、2月23日、水曜日開講となります。四柱推命とは、生年月日、生まれた時間から、1年間で約59万パターンの運命や解決方法を導くことができます。その方の運命を判断するのみにならず、悪い事柄に対する対策や解決方法も説明していきます。仕事運、金運、恋愛、健康、あらゆる運気に役立ちます。九星気学コースは2月28日月曜日開講となります。吉凶を知る方位学となります。引っ越し、旅行などや相手の悩み、解決方法までを学ぶことができます。悩み事をズバリ当てたり、統計学による宝くじの当て方講義もございます。いずれもプロ、副業として収入を上げたい方にも対応しております。1年の講義を終えると鑑定ができるようになります。お休みされた方は動画をご覧になれるよう動画配信の手配も可能です。1年の講座の後には皆様自身が鑑定をできるようになります。現役の鑑定士橋本京明が直接指導する唯一の塾となります。人相顔相コース、四柱推命コース、九星気学コース、すべて先着15名とさせていただきます。定員となり次第募集は締め切りとさせていただきます。この機会にどうぞご応募お願いいたします。本気で陰陽師になりたい方、今回が最後の募集となります。ぜひご応募よろしくお願いいたします。